しっとりポロリレモンケーキ。さあ一緒に作っていきましょう。材料はこちら。卵2個、好きなお砂糖 60g、 液体のオイルを 50g ご用意ください。ぐわーっとほぐしていきます。めんどくさい方はハンドミキサーでもフードプロセッサーでも大丈夫です。ここでレモン果汁大さじ1杯入れてました。お餅でしたらレモンオイルを垂らしてください。一番ベストはレモンの皮のすりおろしです。もうね、香りが全然違います。さてさて、今度は粉チームのご紹介です。製菓用米粉 100g、 アーモンドプードル 30g、 ベーキングパウダーが小さじ1。いいチームになるように混ぜたら、最初の液体チームと合流です。合流練習です。さあどうなるでしょうか。お、ゆっくりよく混ぜていきます。パートで練習して総合練習ということでですね、ゆっくり混ぜていきます。うん、なかなかいい足並みですよ。でもさらにパワーアップするために下の方に持ち替えて、わしちょい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 、はい、とろーっと、わしちょいは夏なのでついつい、はい、すいません。それでは6センチのマフィンカップ6個分に巻き入れます。たらーっと、今回レモンですが、ここにブルーベリーなどポトポトと垂らすと、またね、色も可愛いし味も美味しいです。オーブンの予熱済み180度20分調整をかけていきます。じゃん、できました。紅茶に合うしっとりほろりふわーっとレモンが香るとっても美味しいマフィンです。え、これ米粉で作ってるの？なんて驚かれる、そんなお菓子です。私のお菓子のモットーは、ヘルシーだから美味しいというよりは、美味しいからヘルシー、あ、自然と食べたものがヘルシーだったら嬉しいというコンセプトで作っています。失礼、少々語らせていただきました。それでは皆さん、いつもご視聴本当にありがとうございます。またお会いできたら嬉しいです。リリークッキングのプリンがお送りいたしました。失礼いたします。